じゃあ皆さん始めたいと思います。よかったら眠いならぜひコーヒー飲んでください。私もたくさん飲みました。ちょっと眠い、うん、でもこの礼拝に楽しんでいます。それでは歌で始めたいと思います。私たちが、3ページの、あ、ごめんなさい、4ページの14番、静まって知れという曲で歌いましょう。ね、あの、ソングファイルの4ページ、14番ですね、14番。それでは、始めましょう。神様、この礼拝を祝福してください。聖霊、私たちを導いてください。今日気分が悪くなって人々を助けてください。そしてティアゴさんとナオコさんの新しい赤ちゃんを守ってください、助けてください。元気の赤ちゃんのために本当に感謝しています。彼らを祝福してください。そして私たちがここにいる人々を、神様、私たちを導いてください。今日のメッセージを通して私たちに話してください。主イエスの皆によって祈ります。アーメン。それでは来てくれて本当にありがとうございます。今日は、そして私たちがそれから献金を捧げたいと思います。その時レブレはピアノで来てくれます。
それでは今月の暗証請求を一緒に読みたいと思います。これは主語の2ページですよね。2ページの右の上ですね。今月の暗証請求はコロサイ人への手紙3章、2節から3節ですね。先月の暗証請求は3章1節ですけど、今月は2節から3節ですね。そして一緒に読みましょう、okay? じゃあせーの、コロサイ人への手紙3章2節から3節。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。コロサイ人への手紙3章2節から3節ですね。はい、じゃあもう一度一緒に読みましょうですね。じゃあ声を出してみんなさん一緒に読みましょうですよね。じゃあもう一度せーの、コロサイ人への手紙3章2から3節。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。コロサイ人への手紙3章2から3節。はい、ありがとうございます。そしてさっきレブルが開いている、ごめんなさい、弾いていた歌を歌いましょう。これは5番ですね。ソングファイルの1ページの5番、鹿のようにです。鹿のように、ソングファイルの1ページ1ページの5番です。はい、立って声を出して歌いましょう。そして山田さん、私を思い出してありがとうございます。一緒に立って声を出してと言いませんでしたね。すいませんでした。はい、それでは、私たちが、マルコの福音書のメッセージシリーズを続きます。その前に子供たちは、レブレ先生と一緒にいてください、その子供部屋。そして私たちがね、もうちょっと新しい壁が作ってますね。もう実は佐藤さんの大工さんが作ってくれています。私たちが新しい部屋が作ります。そのことです。長山さんまだ見てないんですね。はい、そうあります。そして子供たちはよくゲームして大声で遊んで、そして私が関係ありません、聞こえませんので、そのためです。そして他の理由は、新しい部屋も作りますので、ちょっとカウンセリングとか祈りリクエストがあったら、私とレベルと2人だけ話したいなら、そのスペースを使うことができます。そしてそのために作りましたけど、マルコの福音書2章1節から12節今日読みます。これは67ページです。67ページです。そしてみんなが聖書を開いてある間に、
もうちょっと練習しましょうね。先週私たちが、マルコの福音書の 1章の学びを終わりましたよね。マルコ1章は、イエス様が神の子であり、罪がない救い主であり、すべての権利を持っている方であることを証明しました。ではマルコ2章を始めましょうね。マルコ2章1節から12節はイエスが罪を許せる方のみだと証明しています。そして今日のテーマは罪を許せるイエス様です。罪を許せるイエス様です。そしてこの話を読みましょう。マルコの福音書2章1節から12節、これは67ページです。皆さん大丈夫ですか？じゃあ読みます。数日経ってイエスが再びカペナムに来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったために、集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。イエスはこの人たちに御言葉を話しておられた。すると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた。そして中部の人ですね、中部人は簡単に言うと麻痺した人。じゃあ続きます。彼は4人の人に担がれていた。4節、彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて、中部の人が寝ている寝床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、自分の人に、子よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者が何人かそこに座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこのようなことを言うのか。神を冒涜してる。神を一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。彼らが心の内でこのようにあれこれと考えているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。しかし人の子が地上で罪を許す権利を持っていることをあなた方が知るために、そう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を買い継いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。それでみんなは驚き、こんなことは今だかつて見たことがないと言って神をあがめたと書いてありますよね。本当に素晴らしい話。これはこの箇所でイエス様は中部の人、あるいは麻痺した人を治してくれましたよね。その時イエス様は混んでいた家で教えていましたよね。そして麻痺した人の友人たちは彼をその家に連れて来てくれましたが、満員でもう家に入ることができませんでした。しかし友人たちは彼をイエス様のところへ
連れて行く方を見つけましたよね。ちょっとおかしかったけど見つけましただよね。だから彼らの信仰を見た時にイエス様は麻痺した人にあなたの罪は許されたと言いました。そこで言った宗教のリーダーたちはそれが嫌いでした。なぜなら旧約聖書によれば法律によれば神様のみが罪を許せるからです。そしてリーダーたちはイエス様が普通な人だと思いました。神様としてイエス様は全てを知っていたのでリーダーたちの心も知っていました。そしてイエス様が麻痺した人を治すことで罪を許す権利があることを証明しました。しかし麻痺した人を治すことはイエス様が罪を許す力を持っているのをどのようにして証明されたでしょうか、ね、これを答えるためにアダムとエヴァという最初の男女の話を思い出す必要があります。はじめに神様はアダムとエヴァを作って愛してくれましたよね。アダムとエヴァの話、そしてエダのその話を覚えてますか？神様はアダムとエヴァにご自分を愛することを強制しませんでしたよね。神様は人類に自由意志を与えてくれました。自由、彼らは自由、私も自由です。そして神様からもらった自由意志によって人類が神様に対して反逆することを選んでしまいました。その罪は死を漏らして神様から私たちが分けられました。神様はいろいろなことですね。神は愛です。聖書はそれを教えています。 神様は真理です。他のことは神様は命です。神は命です。だから神様から離れることはもちろん死を引き起こしますよね。亡くなることが起こります。これは罪の呪いです。人類が神様に反逆する選択は罪と罪の呪いをもたらしました。その時からずっと人類が病気になって死ぬことができました。人類の反抗のせいで、私の反逆のせいで、私たちの罪を通して病気、苦しみ、痛み、悩み、悲しみ、死も来ました。罪の前、病気と苦しみは全然ありませんでした。全ては完璧でした。素晴らしかった。そしてもちろん麻痺もありませんでした。麻痺した人は全然いませんでした。しかし罪の呪いによって私たちとこの世が変わりました。今日までも罪は人類を影響しています。だからマルコ2章で麻痺があった理由は罪の呪いの続いている影響のためでした。麻痺したの麻痺した人の罪をもう語っていませんよね。そのことについてではありません。現在あるいは最初の罪
神様に対して反逆する罪の続いている影響を意味しています。これは罪の呪いです。だからじゃあちょっとポーズしましょう。これを考えましょうね。いつもこのような質問あります。なぜ神様は愛している神だったら、良い神だったら、なぜこの世で本当に恐ろしいことが起こりますか？地震、津波、病気、犯罪、いろんな、なぜこれが起こりますか？本当に神様は愛しているなら、神様は本当に良いなら、なぜこれが起こるでしょうか？理由は、アダムといえば人類が罪を犯したとき、そのときから全世界が凍りました。その前エーランのその、神様が作った最初のもう地球ね、罪の前地球は、そのようなことが全然ありませんでした。でも罪によって本当に恐ろしいことが起こります。私たちの地球、私たちの世が変わりました。私たちの体も変わりました。亡くなることは全然ありませんでしたけど、今私たちは死にますね。なぜでしょうか？これは罪の影響です。そして例えば私の人生で恐ろしいことが起こりました。これは私の罪のせいですか？その意味ではありません。罪が私たちの生活に入るとき、すべての生活が変わりました。そしてそのために神様は私たちを見捨てることができました。人間を救って、でも私に対して反逆してしまいましたので、ね、いらないということができました。でもそれをしませんでした。私たちに許されるチャンスを与えてくれました。そして私たちを毎日いつも私たちを助けてくれます。そう、問題、もちろん問題があります。私の父はいつも言いました、私に。クリスチャンの人とクリスチャンではない人の中で両方は問題ありますよね。悩みあります、苦しみあります、悪いことが起こりますよね。両方そのことが起こります。人生はもうシンプルなことではありません。簡単なことではありません。みんなは問題があります。でも私たちの問題、私のトラブル、私の悩みの中で神様からの助けがあります。そしてクリスチャンではない人はそのことを苦しんで、でも助けはあまりありません。そして不安、心配があふれています。でも私たちが神様を尋ねたら、いつも神様は私たちに助けを与えてくれます。みんなは問題がありますけど、私たちは神様からの助けがあります。そしてトラブルの中で助けがあります。いつも神様は私たちを助けたいです。でも私たちが自由意志を持っています。神様の助けをもらうかどうかは私たちの選択肢ですよね。それ、これは別なことですけど、じゃあ続きます。だからもしイエス様がご自分の声だけで罪の呪いの影響を
取る除く力を持っているなら、これは何ですか？イエス様は罪の呪いの影響は何でしたか？その人のストーリーで麻痺のことですね。そしてイエス様がそのことを治すこと、取り除く力を持っているなら、イエス様はあなたの罪は許されたという力、権利も持っています。これは今日のこの話のポイントです。10節から12節もう一度読みましょう。10節、しかし人の子が地上で罪を許す権利を持っていることをあなた方が知るために、ね、何回も何回も何回もイエス様は私たちに証し、証明与えてくれますね。そしてあなたはそのことを知るためにそう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝る子を担いで家に帰りなさい。すると彼は立ち上がり、すぐに寝る子を担ぎ皆の前を出て行った。それで皆は驚き、こんなことは未だかつて見たことがないと言って神様をあがめたと書いてありますよね。疑いない、この状況はイエス様が罪を許すことを示しました。許せることを示しました。そこに行った宗教リーダーたちはリーダーたちには難しかったです。なぜでしょうか？なぜなら、もしイエス様が罪を許せるなら、イエス様はメシアであることを証明したからです。でもメシアとは何ですか？私たちはメシアについて話したことがありますよね。メシアの預言は神様からの約束でした。アダムとエバが罪を犯した後、ね、罪がこの世に入って死も入った後、神様は罪の呪いを取り除く人を使わすと約束してくれました。この約束された人はメシアと呼んでいます。神様はメシアが人類の罪の代価を払って罪の影響を取り除いてくださると約束しました。ではだからマルコ2章ではイエス様はメシアの預言を成就していました。みんなの前でこの預言が成就されていました。ご自分の権威でイエス様は麻痺した人の罪を許して罪の影響も取り除きました。あるいは彼の病気を治してくれました。そしてこの話でイエス様の行動は神様の最終目的の伏線です。じゃあもう一度本当にこれを注目してください。これは大事なことです。皆さん本当に聞いてください。この話でイエス様の行動は神様の最終目的の伏線です。神様は聖書の最後の本、みんな覚えてますか？聖書の最後の本は何でしょうか？覚えてますか？タイトルは何ですか？どうぞ。はい、そうです、その通り、黙示録ですね。黙示録でメシア、あるいはイエスが戻ってくる約束をしました。その時イエス様は全ての悪、罪と罪の影響を倒します。これは神様の最終目的です。全ての病気を治します。全ての悲しみを取り除きます。そして死のせいで
愛されている人からの別れもなくなります。なくなることはなくなります。もちろんなくなることはなくなります。これは神様の計画です。死はおります。死は何ですか？罪の影響です。罪のせいで死が来ました。そしてイエス様は死を倒す計画です。そしてイエス様が復活した時、このことを証明しました。そしてある日イエス様が戻ってくると、すべての死を倒します。初めて聖書を作った地球のように、私たちの世が戻ります。地震はありません。津波ありません。台風ありません。悪ありません。罪ありません。苦しみ悲しみありません。そのすべてがなくなります。おとぎ話っぽいですよね。話がうますぎますよね。いいえ、違います。神様は何回も何回もご自分を証明しました。例えば聖書ではたくさん預言が成就したとか、数百預言が成就したとか、歴史的な証明とかね、ノアの箱舟が見つけた、他のたくさん歴史的な証明あります。クリスチャンたちの証、私の証、私の父の証、あなたの証とか、イエス様の復活とか、500人以上が復活されたイエス様を見ました。なるなるなるです。本当にたくさんの証明あります。イエス様の最終目的は全世界の平和です。本当の平和、戦争がなくなることだけではありません。悪もなくなります。罪もなくなります。完璧なところになります。これは神様の最終目的です。でも信じるかどうかはあなたの選択です。本当にこれが起こるかどうかわからないと人々は言いますけど、信仰は私たちの選択肢です。信じるかどうか、イエス様の約束は本当に成就しますけど、あなたは信じるかどうかは問題です。本当に信じるなら、どのようにして私たちの生活、人生が影響されるでしょうか。神様はあなたに自分で選べる自由意志を与えてくれました。この決断で、ね、神様を信じるかどうか、クリスチャンになるかどうか、イエス様を救い主として受け入れるかどうか、この決断で
を気をつけてください。なぜならあなたの選択肢は永遠の影響があります。加えて信じるかどうかは神様の言葉を買いません。神様の予言は必ず成就する。しかし人が信じることを選んだら神様は本当に本当に素晴らしいことをしてくれます。例えば今日の話ですね、これを理解するためにマルコ2章5節をもう一度読みましょう。2章5節、マルコの福音書2章5節、67ページですよね。イエスは彼らの何が書いてあります、彼らの何を見て、どうぞ皆さん、イエスは彼らの何が書いてあります、次のこと、次の言葉は何ですか、皆さんどうぞ言ってください。信仰ですよね、その通り。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に来よ、あなたの罪は許されたと言われた。この箇所によれば、いつイエス様は麻痺した人の罪を許しましたか、いつ彼らの信仰を見たとき、彼らの信仰を見たときでしたね。彼らはイエス様を信じて、そして彼らの罪は許されました。信仰によって彼らの罪は許されましたよね。聖書はこの真実をよく教えています。この真理をよく教えています。エペソ2章8節と9節、テトス3章5節、いろんなところでこれが何回も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 聖書はこれを教えています。神様との関係の根拠は信仰です。信仰です。良い行い、善の行い、いかなる行いによって罪が許されません。バプテスマを受けても罪を許しません。私たちの良い行い、特別な宗教的な特別な儀式、いろんなことを知っても罪が許されません。罪を許す方法は一つのことだけです。信仰によってです。信仰によって、信仰によって、私たちがイエス様、神様の御言葉を本当に信じるかどうかは私たち、そのことですね。イエス様への信仰だけで罪が許されます。神様はあなたが信じてほしいです。麻痺した人と彼の友人たちは信じましたよね。彼らはイエスに近づくために何でも進んでするほどに信じましたよね。屋根を剥がして穴を作りましたよね。そのようにあなたは信じますか。あなたはイエス様を救い主として受け入れてください。そのことはまだだったらお願いします。信じてください。主イエスを救い主として受け入れてください。イエス様の十字架の死によってあなたの罪の代価が支払ってくれました。それが信じるなら許されました。それを信じてください。そして皆さん、クリスチャン、あなたはこれはさっきの言葉、
信じていない人のためですけど、次はクリスチャンたちのために。あなたはクリスチャンだったら、あなたはもうイエス様を通してイエス様を救い主として受け入れたら、信じましたなら、次はあなたのためです。この箇所で一つの重要なことを特に注目してほしいです。お願いします。注目してください。お願いします。友人たちが麻痺した人をイエスに連れて行ったので、何が起こりましたか？彼は治されましたよね。その友人たちが麻痺した人をイエスに連れて行かなかったなら、何が起こりましたか？何もない。彼らは人々、その友人たちが彼の友人をイエスに連れて行きました。そしてだからその人が治されました。兄弟、姉妹、イエスに人々を連れて行くことによって、私たちは霊的な治癒や罪の許しを備えるチャンスがあります。この世で恐怖、憂鬱、痛み、悩み、罪で苦しんでいる人々が溢れていますよね。さっき私の父のいつも話したこと、いや、クリスチャンとクリスチャンじゃない人もみんなは問題あります、苦しみがあります、悩みがありますけど、私たちが希望を持っています。なぜならイエス様の約束があります。神様の約束があります。そしてどんな問題が起こっても私たちが希望を持っています。でもこの国でたくさん希望がない人がいますよね。自分で殺しています。なぜなら希望がない。先週私たちが、アート書に行きました。アトリス君が、アートクラブを参加しています。そしてアートの先生、アートの先生いいですか、OK、アートの先生は、じゃあこの人たちみんな、このテーマで絵を描きましょう。そして、あ、はい、わかりました。そしてそのテーマは平和でした。そして先週その子供たちのみんなの絵を見たことはありました。本当に素晴らしかったと思いました。で、私がちょっと泣きました。アトリス君に言わないでください。でもちょっと素晴らしいと思いました。その絵の中で本当に実は全てが素晴らしかったけど、その絵の中で面白い絵がありました。誰かが一人の女の人を描きました。その女の人は、顔を見るとね、嬉しそう。でも、忘れちゃった。ちょっと待って。影、彼女の影で本当のことを 見られる。彼女の影は心が変われて、そして涙がありました。そう、外で嬉しく、でも本当のことは悲しい悩みがあります。その人は何歳でしょうか？絵を描いた人、彼女は、この人は、なんだっけ、
小学生4年生か5年生でした。本当に若いですよね。でもこの人はよく知っています。この人は私たちの世、この世の本当のことをよくわかります。みんなはうれしそうけど心では悩みがあります。苦しみがあります。しかしイエスのうちに魂への助けがありますよね。クリスチャンとして私がそれを信じていますよね。あなたは、そしてあなたはイエスに人々を連れて行く友人でしょうか。なぜ私が日本に来ることを選びましたか。なぜ私がこれを決断しました。全世界あちこちいろんな国が行くことができました。私が教会からサポートをもらったのでいろんな国に行くことができました。なぜ私が日本に来ましたでしょうか。いろいろな理由があります。たくさん理由があります。でも今日には一つのことを言いたいと思います。この国でたくさん人は苦しんでいます。外は嬉しそう、でも心で悩みがあります。毎年自殺人は3万人ですよね。3万人です。毎年希望がない人が多い。私が絶対に信じています。聖書、イエスの愛は本当の希望です。そのために日本に来ました。私もティネージャーの時いろんなことで自殺のことを考えました。でもイエス様によって助けがもらいましたので私がよく考えました。イエス様は私がそのように助けてくれたら多分イエス様も日本にいる人々を助けると信じます、しています。そしてクリスチャンたち、あなたはイエスに人々を連れて行く友人でしょうか。それともサタンは恐怖によってあなたが友人に福音を伝えて友人を教会に招待することを妨げているでしょうか。クリスチャン、この話の友人の勇気を見てください。よく見てください。友人を助けるために誰かの屋根を剥がして多くの人々の前でスピーチですね、そのイエス様のスピーチを中断することがどのようにどのくらいの勇気や献身が必要でしょうか。どのくらい勇気や献身が必要とするでしょうか。彼らの信仰と愛を見てください。彼の恐怖より友人への愛方が勝りました、強かった。他の人が考えている心配より、その人は何か考えるでしょうか、皆さんはどう思うでしょうか、そのことよりイエス様が友人を治せる信仰法が勝りました。
彼らは本当にそれを信じていました。私たちはどうでしょうか。人々を助けたいでしょうか。この世が良くなりたいでしょうか。私たちはいつも平和のために祈りますよね。平和が欲しいでしょうか。恐怖より強い信仰と愛を待たなければいけませんよ。恐怖を倒してイエスへ人々を連れて行きましょう、ね、と 5月29日、ね、あの今月の最後の日曜日ですね、午前礼拝の後バーベキューをするつもりですよね。その時もあのゲームをして、あの映画を見ます。本当に楽しみにしています。本当に楽しんでいます。教会に友人を招待することにいいチャンスですよ。いいチャンスです。私もいろんな友人を招待します。みんなどう思いますか。できますか。そのチャンスを取りましょう。招待しましょう。それではイエスへ友人を連れて行きましょう。アメン。じゃあまもなく私は祈ります。そして目を閉じて頭を下げてください。じゃあ最初の質問です。イエス様の素晴らしい福音を信じましたか？救い主としてイエス様を受け入れましたか？イエスを信じることはどうでしょうか？まだだったら信者になる興味があるでしょうか？信者になる方法を包みできます。もし今日これについて話す興味があるなら手を挙げてくれませんか。そしたら後で私たちは一緒に話します。私と私の妻と話しましょう。そのような方がいらっしゃいませんか。イエスを信じたいと思います。信者になりたいと思います。このような方がいらっしゃいませんか。手を挙げてください。誰でも見ていません。私だけです。あ、わかります。最後の質問です。もしあなたはクリスチャンだったら質問があります。他の人に福音を伝えていますか。教会に人々を招待しますか。イエスに人々を連れて行きますか。マルコ1章と 2章のパターンに注目しましたか。ヨハネの声でイエス様の準備がされました。そして神様の声でイエス様は神の子であると証明されました。イエス様の声で神様の言葉を引用することによって悪魔の誘惑を倒しました。イエス様の声で人々を治して助けてくれました。イエス様の声で罪を許す力を証明しました。これらすべては伝えることによって、声を使うことによって行われてきましたよね。ではクリスチャン、毎日何を伝えているでしょうか。あなたの声は
どのように使われているでしょうか。あなたの言葉は人々を助けますか。イエス様と彼の愛について伝えるでしょうか。それとも恐怖でずっと黙っているでしょうか。クリスチャンたち、信仰と愛によってイエスの素晴らしい愛のメッセージを勇気でシェアしましょう。伝えましょう。私は間もなく祈ります。私が祈る間、神様は福音を伝えてイエスへ人々を連れていく勇気をあなたに伝えるように祈ってください。祈ります。愛するイエス様、あなたは罪を許せる方のみです。私たちの希望はあなたのうちにあるだけです。私たちが信じたら、あなたは私たちの罪を許してくださってありがとうございます。加えて何回も何回もあなたの私たちへの愛を証明してくれました。あなたの死によって私たちの罪の代価を払ってくださってありがとうございます。あなたの愛はすっごく素晴らしいです。私たちがあなたの愛の深さをもっと分かるように助けてください。手を挙げてくれて人々を助けてください。彼らがあなたのことを信じられるように助けてください。今日誰でも手を挙げませんでしたけど、前何回も何回も人々は手を挙げました。彼らが信じたかった。そして彼らを助けてください。そして全てのクリスチャンは毎日あなたの愛を伝えるように助けてください。私も助けてください。私たちの友人を教会に招待するとき、彼らが教会に来られるように祈ります。特に私が今週の英語カフェで人々を招待します。その状況を助けてください。主イエス様、私たちがあなたに人々を連れて行かれるように助けてください。私たちを愛してくれてありがとうございます。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。アーメン。あ、皆さんありがとうございます。最後にお知らせがあります。今週の水曜日は英語カフェありますよね。これは午後8時です。興味があったら、これは西区秋田のスターバーに行います。そして興味があったらぜひ参加してください。時間は少ないので、最後のこと言います。それだけ。5月ですね。5月29日朝礼拝の後ですね、午前礼拝の後、特別なバーベキューフェロシップを行います。私はバーベキューをして、ゲームをして、アクティビティ、どんないろんなアクティビティ映画もあります。そしてよかったらぜひ来てみてください。値段は300円です。だけです。大人のため、そして子供たちはその値段の半分ですね。そして私がハンバーグを作ります。そしてぜひ来てみてください。コストコからハンバーガーはサンドイッチですね。
ハンバーガーを作りますすいません、いつも私がハンバーガー、ハンバーグ、どちらわからないそうごめんなさい、けどハンバーガーを作ります。コストコからパンと肉を注文しました。そしてオーストラリアの肉ですよ、美味しそうと思います。そしてぜひ来てみる、見てください。そして佐藤さんは焼きそば作ると思います。そしてハンバーガーと焼きそばはどうでしょうか、わからないけどしましょうねそして他の準備があります。その時やな、あなたは他のサイドディッシュ、例えばポテトとか他のことを作って作ることができたら、できるならぜひレベルと話してください。私が手伝いが必要です、ね、そしてレベルと話してください。そしてそれだけですね。 もちろん9月私はサードで教会リトリートが行います。そしてそのバーベキューで予定を作ろうと思います。そしてぜひ来てみてください。じゃあそれでは以上です。皆さん本当にありがとうございました。来てくれてありがとうございます。以上です。